関東鉄道基波5000系機動車鹿島臨海鉄道、8000系機動車鹿島臨海鉄道8000系、機動車は鹿島臨海鉄道の機動車である。老朽化した6000系の置き換え用車両として、2016年より、新潟トランシスで製造された、大洗鹿島線で運用される。車体は、関東鉄道基波5000系機動車に準ずる、両運転台式で、 両開きの中央扉と、片開き式の両端扉2箇所の片側3扉となっている。いずれの扉も押しボタン開閉式の半自動扉である。一方、全面形状は三陸鉄道36の700系機動車に準ずる。水戸駅で鹿島臨海鉄道が発着する8番線では、車両の水戸よりより前方のみに、階段。 エスカレーターが配置されているという構造により、同駅到着時の車内混雑緩和などの実情を踏まえ、車内はデッキなしで6000型とは異なる全ロングシートを有する。定員は135名。トイレは設置されていない。バリアフリー対応のため、水戸方面の扉横に車椅子スペースが設けられた。また、LCD による車内表示機が初めて設置される。 機関は DMF13Hz ディーゼル機関を装備し、出力 242.7kW 2000ミニッツマイナス1、総排気量12.7リットル最大トルク1.41、KNM1200 ミニッツである。ブレーキ方式に電気指令式ブレーキを採用しているため、6000型と連結しての運転はできない。車体のカラーリングは、 下半分を砂浜と大地を表現するブラウン。上半分は鹿島灘の海と空を表現するブルーに地域に支えられて発展していくことを表現するレッドのラインを配置している。8004より廃焼期が大型化されている。8001が2016年3月26日から営業運転が開始された。8002、8003が投入され。 2017年1月7日から連結運転が開始されている。ありがとうございます。